伊藤さん、こんにちは。今日は1ヶ月間コロナの影響で保育園がお休みだった時に助けに来てくれていたね、バーバをお見送りに那覇空港に来ています。飛行機乗るのも見るのも最近大好きな英検なんで、送るついでにね、飛行機をね、見に来ましたって。ここはね、4階の展望デッキなんですが3階に外に行けるところがあるんです。あるんで、この後行こうと思うんですけども、えっくんが釘付けね。えっくん飛行機だね。えっくん飛行機いっぱいいるね。なんか最近ガッキーガッキーってね、ガッキーガッキー言ってる可愛い子好きなんやなって思ってたら飛行機だったんだよね。ガッキーじゃあ早速3階に移動します。ゴーゴー。見て。あー、転ばないでね。ケンケン。ケンケン。かわいい。いや。早いね。ケンケン。ケンケン気をつけてよ。ケンケン気をつけてよ。はい。結局なんか3階のこの外に出れる方が音とかの臨場感はあるけど、角度的にね、着陸するとこと飛び出すところが遠いんだよね。そう、ちょっと見えづらいんで、でこの子たちにはやっぱ身長が低くて見えないんで、もう一回上の4階の展望デッキに戻りまーす、ね。でもエンターずっと釘付けだね。ゲートが先からずっと気になってるね。飛行機より、飛行機よりそっち。なんやそれ。ケンケンは頭ぶつからないけど、エイトはぶつかった。なんかエイケンが喜びそうな可愛い飛行機がいっぱい止まってますね。あれなんだろう。沖縄のかわいい生き物が描かれていますね。向こうはジンベエザメだ。かわいい。なんか私もテンション上がりますね。働く車がいっぱい、いろんなお仕事がありますね。また来た。ダンスの
621便石垣行きはただいまご搭乗の最終案内をいたしております。27番ゲートよりお急ぎご搭乗ください。あら、これな、シーサーだね。ゆっくりの大好きなシーサーだね。ねえ、ケンケも欲しいな、シーサー。なあ、もう600円くらい使ってんねんけどな。いけるかな。これは難しい。鍵が滑んねんよね。はい、じゃあ、ゆっくん、これボタン押して、パチパチ、はい、いけるかな、いけるかな。あ、もう無理、絶対取られへんの。大きいシーサー欲しいな。難しいな、諦めるか。飛行機を見に瀬長島に向かってるんですが、二人ともおもちゃを握りしめて寝ています。かわいい。着いたら飛行機見れるよ。はい、というわけで空港でのちょっと飛行機の見え方が満足いかなかったので、今日はいい天気だったので瀬長島の海風テラスに飛行機を見に来ています。ちょっと風がね強いけどね、ここは見てください、あの綺麗な海越しにも滑走路がビューンって伸びているからね、着陸がすっごい間近でね見えるんですよね。でもちょっと今日は風が強いからか、時間の問題なのか、ちょっと便が少ないね。そうか、ね、ちょっとね英検はテンションが大興奮で上がっておりますね。ビュン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 、飛行機ビューンは、ビューンビューン、飛行機ビューンな。あ、来た来た来た、なえちゃん、あれ来た来た、どこ、え、どこ、来てる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 、いいね、見て、飛行機ビューンだよ。すごい、ジェットスターやな。飛行機、飛行機、うわーすごい、かっこいい、着陸風すごいね。飛んでるな。あはは、お前飛んだ。はい、どうぞ。飛行機、飛行機、飛行機、飛行機。飛行機、飛行機。飛行機来るかな、あゆくん。来るかな、飛行機。ね、でも本当家でもね飛行機の YouTube を見てるからね、うん、はい、こんな感じで海風テラスは飛行機を間近で見ながら美味しいご飯とかドリンクも一緒に楽しめるので、飛行機好きの方はぜひ遊びに来てくださいね。それではご視聴ありがとうございました。ちょっとこっち向いてよ。バイ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 、飛行機バイバイ言って。